必ずお前を幸せにする。 Selamat datang di channel Galgil Game. 俺は何にもできなかった。 Kita akan lanjutkan lagi game Final Fantasy Lightning Return. 何百年になるだろう。 お前を救う方法を探し求めて。 Kita lihat cuplikannya dulu. 結局どうにもならなかった。 無駄な時だけが流れた。 もうすぐこの世は終わる。 世界は滅んだ。 みんな死んじまう。Oke, kita sudah di Yusnan episode baru. Yang sebelumnya episode yang kelima semalam itu kita lawan Noel. Kayaknya di episode ini kita lawannya si Snow.結局人間なんてやつは一人で生きて一人でくたばるんだ。来るなら来いよライトニング。世界が終わっちまう前にあんたの妹を守れなかった俺に神の裁きでも下してみせろ。Ini dia. Kiramiki no miyako to kita. Orang kita. Koyu shikou wa Snow no shumi ka? Shumi ka dou ka wa wakarimasen ga, Snow no ikou na no wa tashika desu. Kono Yusnan no machi ga hanayaka na utage no miyako ni natta no wa machi o shihai shiteiru Snow no meirei desu kara. Mou sugu sekai ga owaru kara, saigo gurai wa tanoshimou tte koto rashii desu ga. Saikin Snow wa kyuden ni tojikomotte ite, shiin ga wakarimasen.会いに行っても門前払いだろうな。この前は強引にやりすぎた。ライトさんがぶつかっていけばスノーも心を開くと思ったんですが計算外でしたね。長い年月の間に人が変わってしまったんでしょうか。そう、変わってしまったのだろう。私が覚えているあいつはバカがつくほど正直で裏表なく人を信じ誰からも信頼されていた。そんな男だから妹のセラの夫に認めた。だが私が眠っている間あいつは長すぎる歳月を生きてきた。逃れようのない滅亡を見つめ希望が失われていくだけの数百年間、人の心が闇に染まるのに十分すぎる長さの時だ。Nah jadi si Lightning ini bingung ya, kayaknya ada yang beda gitu sama Snow yang di apa Final Fantasy 13 yang pertama itu, antara yang itu sama yang di sini. この大量の貨物に紛れて潜り込みましょう。 OK。 OK。 Kita next-next-kan aja.Oke, kita udah bisa mengendalikan. Kyuden が立ってるのは新宅のエリアの一番奥だよな。あの辺りって観光客は入れたかな。ユスナーには金持ちしか入れない地区があるらしいし。宮殿なんだもの、見るだけならただでしょ。大丈夫よ。新宅のエリアに行ってみましょう。そうだな。行ってみればなんとかなるよな。新宅のエリアというのは金持ち向けの場所で普通の市民は入れないということになっています。
ですが、うまく忍び込んでいる人もいるようです。裏口があるらしいですね。情報を集めてください。Oke, kita ke tujuan pertama dulu. Kita ikutin tanda panah. Nah, itu di bawah. Lumayan jauh. Oke. Kita skip ya. Dan kita sudah sampai. Kita ngomong dulu nih. ID がないと新宅のエリアには入れてもらえませんね。どうしても演劇が見たければ裏ルートの観劇ツアーに申し込むしかないでしょうね。観劇ツアーに参加するには裏ルートの案内人を探せばいいんですよ。まあ探すも何もこの町で一番目立つお調子者ですがね。ライトさん、宮殿に潜入する方法が見えてきましたね。宮殿にほど近い新宅のエリアはゲートで閉ざされています。新宅のエリアでは毎晩解放者の伝説という劇が上演されています。これが大変な人気で ID を持たない一部の観光客が高架の上から舞台を眺めているそうなんです。高架、宮殿の近くを貨物船のレールが走っているな。そうか、モグリの客たちがレール自体に新宅のエリアに入り込んでいるんだな。そうです、それが裏ルートの正体です。おそらく何者かがレールに乗るための裏口を手配しているでしょう。桁も裏ルートの案内に乗り込んでいる。Beli tiket. Nah, ini pemandu pemandu tur ya. Geki を見たくても新宅のエリアに入れる ID がないからな。特別価格でチケットをご用意してあげましょう。Nah, kita beli tiket sama dia nih. すっとぼけちゃってもう。裏ルートの噂はご存知でしょう。ID を持たない観光客の皆さんがユスナーン名物の劇を見るには私の案内する観劇ツアー潜入大作戦に参加するしかありません。チケットを買ってツアーに加われば確実に見られるんだろうな。ノーノー、そんなの保証できません。演劇を無事に見ることができるかどうかはお嬢さんの運次第。さあ、運試しにチケットを買ってみなさい。ツアーの説明を聞いてからだな。乗ってきましたね。このツアーのポイントは物資を運ぶ貨物船。ユスナーンの工業地帯で生産されるたくさんの物資を運搬する貨物列車。その列車が通るレールの上が知る人ぞ知る絶好の展望スポットでして、工業地帯からレールに入ってちょっと進んだところから新宅のエリアを一望できて演劇も丸見えというわけです。だが見られるかどうかは運次第だと言っていたな。多少の危険が伴いまして、最近工業地帯はカオスの侵食が深刻でしてね。目的地にたどり着くには魔物の群れをくぐり抜けないといけません。劇を見られる保証どころか無事に帰ってこられる保証もございません。まあお嬢さんは感激だけで帰ってくるつもりはなさそうですがね。どういう意味かな。あなたがどこへ行こうが誰を狙おうが私は知ったこっちゃない。そういうことですよ、解放者さん。こちらの事情はお見通しか。お嬢さんの情報を A 氏に売ることもできますが、そんな私を信じるかどうかも運試しのうちってわけで。私を信用するならチケットを買っていただきましょうか。お嬢さんへの特別価格はなんと。Oke, harganya 2000 gil. Kita punya 18000. Masih banyak sisa. Atau deh, mukui を受けてもらうの。さすが解放者さん、大胆ですな。ではお一人様ご案内。チケットに書いてある時間までに工業地帯へどうぞ。工業地帯のゲート前に私の仲間が待ってます。
時間になったらそいつにチケットを渡してくださいな。工業地帯は中央通りの先、地上街の海岸を抜けたところですよ。時間厳守なわけなんで迷わないように気をつけていってらっしゃいませ。ではでは、毎度あり。Oke, jam 6. Oke, gitu ya. Lokasinya industrial area. Jam 6 sore. Oke, kita sudah sampai di industrial area. Ini jam 6 sore pas. Oke, ini dikasih tiket. お客さん、このツアーのルール説明だ。この先何が起きても保証なし。帰ってこれなくても恨みっこなしだ。以上。いやな。OK、来たましょう。新宅のエリアから宮殿に物資が運び込まれる。この工業地帯の中枢には神が作った機械があります。ファルシ・パンデモニア。この世界で kita lawan dulu ya. Ini mudah nih. Tungguan. Wah, selesai. Sesshok dekiru ka? Muri deshou ne. Farushi no shisetsu wa kyuden yori mo genjuu ni mamorarete masu.Oh, ini dia. Sedikit lagi. Ima no hanabi wa kōen jishū no aizu desu. Tenjōgai no engeki wa kōnya mo yotei dōri jōen saremasu. Demo, shinjirare masen ne. Shikai ga hassei shiteiru no ni engeki nante. Shimin no anzen wa dou demo ii mitai da.Gak bisa lompat ya. Pengen lompat gak bisa. Oke, kita lihat. Tuh, depan ternyata. Kita maju. Bentar ya.Ada musuh, lari aja lari, ayo. Oke, kita masuk. Ups. Lumina. こんなところで遊んでていいの？見えたでしょ？街が視界で覆われちゃうよ。ルミナ。宴の余興みたいに湧いて街を蝕む大きな視界、ユスナーンの名物ね。ほら見てよ、視界がみんな飲み込んじゃう。解放者様が何とかしなきゃ。宮殿にこもって何にもしない大衆の代わりにね。スノーは何をしてる？何にも。街
っちはほったらかし、部屋から出るのも億劫みたい。世界の終わりをぼんやり待ってる生きる屍ってところね。ねえ、分かってる？スノーがああなっちゃったのは死んだ恋人のせいなんだよ。セラのせいだと？そうそう、ライトニングの妹。スノーはね、セラに囚われてるんだよ。何百年も前に死んだセラのことを思って思って思い続けたから、心が疲れてすり減って全部虚しくなってしまった。お姉ちゃん、もうスノーを解放してあげたら？鬱陶しい死人の思い出から解放してあげなよ。Tarung nih. Dari tadi ini. Datte, Snow を救えるのは全ての終わりだけなんだから。目障りだな。Oke, kita lawan.Tandar.Apa kelemahannya ya? Wow. 100, 500. Oke. Kok cepet ya? Tuh. Kan 500 damage-nya. Mudah lawan nih. Kali pukul lagi. Ayo, sekali pukul. Ya, selesai. Dapat kristal. Ada nggak kata-kata terakhir?
しく散りたいのね。Bangkitkan lagi, lawan lagi. Siap. Oh enggak. Dah lenyap. ああ、私は無事だ。倉庫街に落ちた。どこへ向かえばいい？おそらく新宅のエリアの近辺でしょうね。早く倉庫街を抜け出してください。何かあったのか？ユスダン全体でカオスの反動が増えてます。何が起こるか分かりません。宮殿に急いでください。この辺りの倉庫を洗ってみましたが、持ち主のわからない荷物が多いですね。保管したまま忘れ去られたガラクタばかり。追い出しも期待できませんね。Sekarang kita escape dulu dari sini, keluar dulu.Buru-buru, maaf. Oke, kita udah sampai. Oh, ini kegunaan ID tadi ya, untuk buka ini gerbangnya. Udah selesai nih. Lewati. Oh, udah sampai kita. Oke, sampai sini dulu ya. Kita udah kembali. Oke, sampai jumpa. Kita akhiri sampai sini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan komen kalau kamu ada kritikan atau apa.Dan sampai jumpa. Bye bye.